とでもなれ。いいえ、しっかり思いを込めましょう。あなたの思いが届きますように。おっとマスター、どうしたい、こんなところで。俺？いやー、ラーメン食いに来たとこ。ちなみに唐突で全くもって関係ないが、マスターは辛いの好きか？よし、今日は担々麺にしよう。てなわけで、主としては度量の見せ所だと思うんだよね、俺。具体的に言うと、おごってくれろ。うん？え？なんだこれ？甘い匂い。チョコレートか。ああ、そうかそうか。バレンタインってやつな。いいね。実にいい。よし、今日はラーメンやめた。ひとまず帰って、これを食べることにする。サーヴァントに栄養は関係ない。食べたいものを食べたい時に食べる。じゃあな。よっマスター、ちょっといいか。ああ、前にチョコもらったから、そのお返しね。いろいろと悩んだんだが、せっかくだから形に残るものをってな。いやほら、サーヴァントってのは用済みになったら消えるのが定番だし。ああ、なんか弁解ばっかりだ。ともかく、ほらこれ。ああ、陰鉄でできてるから血と重いかもな。これは何かって？そりゃマスター、鉄線ってやつさ。聞いたことない？あるだろう。いわゆる中国暗器の一つさね。日本にも伝わってるんじゃないか。ああそうか、武器を見るのも慣れてないか。よし、せっかくだ、使い方を教えよう。はい、それじゃあ背中向けてくれ。こういうのは体に覚えさせた方がいいだろう。はい、鉄線を手に持って、こう、あ、こう、はい、これ。よしよしよし、基礎的な動きはこれで完璧だ。じゃああとは応用だ。ケーキ工ってできる？しょうがない。それじゃあワイヤー使うか。